小さなキッチンの大きな宇宙、西村真由美。取材班が入手した一冊の本にこんな言葉が。真由美は世界一のマクロシェフというだけでなく私のシェフ、いつも私を健康でハッピーにしてくれます。マドンナ、世界の歌姫マドンナ、新曲のプロモーションビデオでは47歳とは思えないスタイルとダンスを披露。トップスターであり続けるマドンナを健康に、そして幸せにしているのが専属シェフ真由美さんだというのだ。そんな凄腕シェフが来日しているという情報をキャッチ。知多半島の南東およそ4キロ志野島にいるという。一体何をしに来ているのか。マドンナの専属シェフに突撃取材。セレブを虜にする料理とは。美と健康のレシピを大公開。さあ、志野島に着きました。早速専属シェフを探しましょうね。ちょっと知ってそうな雰囲気ありますよ。こんにちは。マドンナの専属シェフの西村真由美さんってご存知ですか？知らんねえ。うちの家内は真由美だけど。志野島の方ではないですか？違います。あ、違うんですか。地元の人なら知っているかも。すみません、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、この島にマドンナの専属シェフがいるって聞いたんですが、ご存知ですか？観光ホテル。え、志野島観光ホテル、そこにいらっしゃる。島でも情報が錯綜しているのか、とにかく高台にあるホテルに行ってみることに。さあ、真由美さんはいるんでしょうか。こんにちは。いらっしゃいませ。失礼いたします。マドンナの専属シェフがいると伺ったんですけれども、はい、今日いますかね。今日はちょうどね、おりますよ。マドンナの専属シェフはやはりこのホテルに。さらに衝撃の事実が。娘なんです。娘さんなんですか？はい、じゃあお父様とお母様。はい、真由美さんはこのホテルのお嬢様。正月休みを利用して帰省していたんです。そしてついに。もしかして真由美さんですか？はじめまして、真由美です。エプロン姿で登場、マドンナの専属シェフ西村真由美さん。アメリカにいらっしゃるんですよね、はい、いつもは。そうですね、ロンドンと、はい、LA と半分ずつっていう感じですね。へえ、とっても若々しくて三つ編みが似合いますね。三つ編みしないと髪の毛がね、食事に入っても困るんで。5人兄弟の末っ子として志野島で生まれた真由美さん。短大を卒業後、あることを学ぶためアメリカへ渡ります。それはマクロビオティック。玄米や季節の野菜、穀物、豆類などを摂る古来からの食事法です。真由美さんは勉強と実践を重ね、友人の紹介でマドンナの専属シェフの候補に。自分の子供もマクロビオティックで育てた実績などが買われ、2001年から専属シェフになったのです。世界のセレブを虜にする美と健康のレシピ、いよいよ公開です。まずは何を作ってくれるんですか？今日は海の幸のサビチェを作ろうと思います。海の幸。マクロビオティックでは動物性タンパク質は魚介類から摂るのが基本。ちなみにサビチェとはペルーの魚のサラダのことです。まずはヒラメを一口サイズに切っていきます。マドンナの家に住み込んでるんですよね。住み込んでます。ってことはもうほとんど生活を共にしている。そうですね、まあ、でも生活を共にしてるって言っても、彼女は彼女の仕事があって、私は私の仕事があって、私はシェフなんでずっとキッチンですね。世界中で行われるコンサートにもシェフとして同行しているそうです。こういう風なのがいいとかっていろいろリクエストはされるんですか？しないですね、ほとんど。しないんですか？もうじゃあ任せっきりですね。そうですね、こんなものを食べた方がいいんじゃないかとかっていう、そういう煩いをなくしてあげるのが自分の仕事だと思ってますね。マドンナの特に好きな食べ物とかっていうのは言っちゃいけないんです。言っちゃいけないんですか？すいません、それは言えないっていう。好みの傾向
とか。健康。難しいな、その質問。彼女もね、はい、こちらに日本に来た時にインタビューに答えてたように日本食が好きと、はい、で彼女は私が日本人だからきっとに私の作ってるものはみんな日本食だと思ってるかもしれないし。真由美さんが作る料理は日本食とは限らないのですが、マドンナは日本食と勘違いしているのかもしれないそうです。さあ料理も手際よく順調に進んでいきます。彩りも綺麗ですし栄養ありますよね。でもマクロってかあんまりねそういうビタミンだのなんだのってことあんまり考えないんですね。そうなんですか。それよりも、はい、食べ物のエネルギーをどういうふうにバランスをとっていくかっていうことですね。日本では長寿法などと訳されるマクロビオティック、真由美さんはその道の大ベテラン。マクロビオティック歴としては約30年になりますかね。30年、うん、で年はいくつかって、ちょっと待ってください、いつもそこに来ちゃうんですよね。18ぐらいから、実はこの間の11月に49になったばかりで、はい、また今年になったらもうすでになんか50になる話をするの嫌だな。あ、じゃあ今49歳ということですか。はい、49歳です。いやー、でも若い肌ですよ。そうですね、やっぱり中、はい、のものが外に出るっていうことですから、はい、内臓が健康だったら外も綺麗っていうね。本当だ。割と単純なことなんですよ。でも年は取りますよね。年は取ります。永遠に若いわけじゃないです。気持ちは若いですね。